しやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ、彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なあ、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱打竜王、覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではなく。ざれ言を。敵立先陣、恐るるに足らず。開幕だ。あと何発でしょう。せ、揺らぐことなし。いつの間に。天道、ここにあり。気をつけなさい。ローズクラッカー、スピナリローズ、ソーラ、お披露目だ。避けよう。貴様、また我を裏切るというのか。そう思うのならそれも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。天道万象。はっ、気をつけなさい。
モラックス、かつて貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命、宿命、宿命。それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし、殺戮者を率いて荒野を蹂躙するのか。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクダ。え、クンジャン。久しいな、モラックス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たちに使った。仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我もこの木の下に来てからはっきりと理解したのだ。正確には我は完全なジャクダ竜王ではなく、その一つの欠片に過ぎない。天地、陰陽、両義、我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。我らは皆、ジャクダ竜王の意志なのだ。ジャクダ竜王が二人も？ありえん。まさか貴様は。結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通して鎮圧された怨恨を訴えたが、人々が振り向くことはなかった。そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも、封印の中と外から同時に攻撃し、それを解こうとしたからだろう。ざれ言。貴様が我の一部だというなら、なぜ裏切り者の側に立つ？我は、封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力、個体になるほどの力は持たず、こう我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず、過去に関係があったことにしか反応しなかった。我の目的はただ一つ。人流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ、もっと早くに気づけていたはずだ。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの古代石碑に触れてやっと過去を思い出した。長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。モラックス、貴様から言うか。どちらでも構わない、お前が決めろ。相変わらずだな。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり、戦友であった。寿命も人間をはるかに超えている。岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。時が経つにつれ記憶は薄れる。魔王によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて自身がリー・ユエコーを守っていたことも。竜王は暴虐を尽くし力を振るった。それは人間が我を支える地脈を荒らしたからだ。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、モラクスとあの戦いを繰り広げた。当初
領土を開拓し生産性を発展させるためにリー・ユエジンは鉱山で採掘を始めた。しかし摩耗も我らをより獣のようにした。どれほどあがいても我らは人々と共存する力を失い続け理性を失った。モラクスは自身の力を用いて我らの摩耗を食い止めようとしたが、それも無駄だった。摩耗は天理のなすものであり止められない力であったからだ。だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。憤ろうとも構わないが、して…やめろ、やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意志を掲げ、未来のため人類と平和に共存することを願わん。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力と記憶を背負い三界と共に年月を歩む。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは貴様であり我でもある。貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が大地の記憶だというのなら、我は人間と共存する記憶だ。天道万象、三界家業、高知生成、三女別用。おかしい。なんだこの感覚は。これは一体。貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。しかしその前にこれを貴様に授けよう。春になれば荒野に雪が降り一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様の心に痕跡を残せなくとも、たとえそれが最後であったとしても。違う、そんなもの宿命だとは認めない。宿命でなくともすでに定められたことなのだ。モラクス。あの女の子が完全に消えた。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない。モラクス、貴様今の名を勝利と言ったか。ああ。やはり我はモラクスと呼んだ方がしっくりくる。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない、気にするな。目が見えるものには分からんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。しかしモラクスがジャクダ竜王に目を授けたこと忘れはしない。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助ではないのか。そうだ。だからこそお前と外を歩き、お前が引き起こしたことへのけじめをつけたい。それもそうだ、よかろう。
ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかりをたどってやっとここに着いた。道中休んでいる将母を見つけたからすぐに処置を施した。だが未だ他の3人は見つかってない。ん？君寿、お前。大したことではない。心配するな。その甲府たちならその洞窟の中にいる。洞窟の中？何か起きたのか。体力を使い果たしてはいるが命に危険はない。安心しろ。よかったよかった。みんなありがとう。今すぐ様子を見に行ってくる。その人らをリーユエ港に連れて帰るのか。ああそうだ。我も一緒にいいか。問題ない。みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。要求には必ず応える。だが感謝の前にまずはあいつらの様子を見に行かせてくれ。クンジュ、違う、リュウオウ、お前もリーユエ港に戻るのか。我ではない。この体のことだ。我が消えた後この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。君主は名将の子孫。いつの日か必ず輝く時が来る。お前は相変わらず家事に興味を持っているのだな。刀に目はなくとも職人には情がある。人情という二文字は人類が最も誇るべき思想であろ。弱だ。俺はもう眼神ではない。ああ、すでに察している。今の俺はただの平凡なリーユエ人だ。貴様ですらその一歩をたどるとはな。言っておくが、再び振動が起きた時我が目覚めないという保証はない。構わない。その日が来たとしてもリーユエの民ならばお前と向き合う準備が整っているだろう。元王帝君がいないリーユエは本当に大丈夫か。神がいなければここは人の国だ。俺は人の神であった。人の生水を見届ける義務がある。全ての命は年月により摩耗し変質する。貴様は我らの中で最も謙虚な魂であった。だが構わない。因果は天によって定められる。我らの使命が終わりを迎えるのなら勇敢に別れへの道を歩むべきだ。貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に孤独を背負うことにもなる。しかしそれも束の間のこと。時間の終わりに到達した時、過去と未来に関わった全ての人と再会できるだろう。寿命ならお前の方が長いだろう。元素によって作られた生物の寿命はこの大陸で最も長いかもしれない。そうでなければ我を殺せず、こうして我に無理やり合わされることもなかっただろう。冗談を。旧友との再会は喜ぶべきことだ。かつての双眼巨炎でのことためらいはあったか。岩石には心がある。俺もまたしかり。しかし俺は契約の神、かつてのリーユエの神でもある。貴様は義を選んだが仁は捨てなかった。だから我を殺さなかったのだろう。我は自ら望んで封印されたのだ。竜は天を震わせ地を動かす。お前の力ならたとえ全盛期の俺でも一人で相手にするのは難しかっただろう。封印などもってのほかだ。だから我が生まれたのだ。どう取り繕おうが我もリーユエの誕生を見届けた者。どんなに姿が変わろうが自らの方法で契りを貫き通す。契約の神の友として、これが契約を全うする我の最後の方法だ。感謝する、ジャクダ。
我の命は無限に近い。永遠の時と共に続くだろう。そしてモラクス、貴様も非常に長い時を持つ者。行くのか？モラクス、縁があればいつの日か必ず、また会おう。ああ、心配はいらない。眠っているだけだ。なんか変だぞ。突然別人になったような。俺たちとクンジュは、確かに互いを知らない関係だ。ああ、もうかなり昔のことだ。千年も経ったが、昨日のことのように鮮明に覚えている。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が届き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし、彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、地下に封印した。沈流石はその戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈流石を本能的に感知することができる。だからそれをたどって俺を見つけようとしたのだろう。その対戦によって俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼の心には俺とリーユエ、そして地上の命への情があったのだ。彼は自らの意志で封印された。しかし魔王によってそれすらも忘れてしまったのだ。俺も逃れることはできない。ただ常人より心得があるだけだ。その時が来れば潔く離れるべきだと。力が強大であればあるほど、魔王がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔王の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失い続ける。もしかするとこれが天理が俺にかけた魔王なのかもな。しかし俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で人の歴史を知見する。
リーユエのことを気にかけてたんだな。大したことではない、俺の義務だ。今回は助かった、感謝する。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うく忘れるところだったぞ。この前ダインスレイブってやつに会ったんだ。その人がオイラたちにカーン・ルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた正真正銘の神だろ。だからそれを言うことはできない。なんでだ、なんで何も言えないんだよ。オイラたちにとってすごく重要なことなんだ。わかっている、しかしすまない、これは俺の契約なんだ。まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように何か訳があるのか。この契約は全てが始まる前に交わしたもの。契約に従う俺にはそれを守る義務がある。そんな、俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て人々に忘れられ見捨て去られてきた。お前ならそれを見つけ拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶するものが現れる。そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。しかしお前がその道を正しいと信じる限り、その全てに意味がある。